近藤雅彦、滝沢秀明氏、そして、戸部、ジャニーズ事務所の舞台裏と未来への展望。第一章、近藤雅彦、誕生日コンサートの成功と、戸部、設立に向けたエえる。近藤雅彦が59歳の誕生日を祝うために、東京葛飾シンフォニーヒルズで、正彦近藤バースデイリブ2023、レインオアシャインどんなことがあっても、 を開催しました。このコンサートでは、彼はジャニーズ事務所を退社した元同事務所副社長である滝沢秀明氏の新たな芸能事務所、飛べに言及し、未来への展望について語りました。近藤のコメントとともに、滝沢氏が飛べを設立し、元キングプリンスへの平野紫耀らが合流する様子についても考察します。第2章、飛べ。 設立とジャニーズ事務所からの退社。滝沢秀明氏がジャニーズ事務所を退社し、新しい芸能事務所、とべを設立した背景には、どのような理由があったのかを探ります。また、これまでのジャニーズ事務所との関係や、滝沢氏が目指すとべのビジョンについても説明します。 さらに、元キングプリンスへの平野仕様などが、飛部に参加した背景や動機についても考察します。第3章、近藤雅彦のジャニーズ退社と、飛部との新たなスタート。近藤雅彦がジャニーズ事務所を退社した経緯や退所後の活動について深掘りにします。 ジャニーズ事務所を離れたことで彼にどのような変化があったのか、そして、渡べ、設立によって、近藤の新たなスタートが生まれたと言える要素は何かを明らかにします。近藤自身のコメントを交えつつ、新たな道を歩む彼の姿勢や意欲に迫ります。第4章、小ジャニー北川前社長の性加害問題への言及と反響。 近藤雅彦がジャニーズ事務所の創設者である小ジャニー北川前社長の性加害問題についてコメントした際の反響について掘り下げます。彼の発言がどのような意味を持ち、ファンや一般社会からどのような反応があったのかを検証します。また、これが飛部や近藤自身のイメージに与える影響についても考えます。第5章、ジャニーズ事務所と、 トベの比較と今後の展望。ジャニーズ事務所とトベを比較し、両者の違いや共通点を考察します。滝沢秀明氏のトベ設立によって芸能界にどのような影響があったのかを考えます。また、ジャニーズ事務所が今後どのような変化を遂げる可能性があるのか、そしてトベはどのような展望を持っているのかを検討します。結論。 ジャニーズ事務所の退社後、近藤雅彦は新たなステージに立ち、飛べという新しい芸能事務所にエールを送りました。彼の言葉からは未来への希望と挑戦への意欲が伝わってきます。また、飛べの設立は芸能界に新たな風をもたらし、若手アーティストたちに新しい可能性を示しています。 一方で、ジャニーズ事務所を退社したことや、ジャニー北川前社長の性加害問題への言及により、波紋を広げる場面もありました。今後は、ジャニーズ事務所と、飛べ、の動向に注目が集まることでしょう。両者の活躍が芸能界の未来にどのような影響を与えるのか。 そして近藤正彦が新たなステージでどのような輝きを見せるのか、ますます興味深い展開が期待されます。